グラディーミル・アンドレイエヴィチ・アトラントフは、旧ソ連出身のテノール歌手。レニングラードに、バス歌手、アンドレイアトラントフと、ソプラノ歌手の母、マリアの息子として生まれる。6歳の頃からグリンカ合唱団の団員として、教育を受け、1957年に、レニングラード音楽院に進学して、ナタリア・ボロティナのクラスで学んだ。1962年には、 全ソ連グリンカ歌唱大会で2位入賞し、翌年からマリーンスキー劇場の所属歌手となった。所属時の1963年から1965年まではミラノに行き、ジェンナーロ・バーラの下でベルカント商法の指導を受け、1966年のチャイコフスキー国際音楽コンクールの声楽男性部門で優勝を飾った。 1967年には、ソフィア国際オペラ歌詞コンクールで優勝、モントリオール国際声楽コンクールで4位入賞を、それぞれ果たしてボリショイ劇場に移り、1988年まで、同劇場の専属歌手として活躍した。税、2017年11月20日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年11月20日閲覧。 2017年11月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年11月20日閲覧。2017年11月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年11月20日閲覧。ブラディミル・アトラントフ・ディスコグス。ブラディミル・アトラントフ・ IMDB。ブラディミル・アトラントフ・オールミュージック。ありがとうございます。